フールズガーデンは、ドイツの音楽グループで、ペーター・フロイデン・ターラー、フォルカー・ヒンケル、トーマス・マンゴールド、ローランド・レール、ラルフ・ボッヘレというメンバーでフール、エス・ガーデンという名で1991年に結成された。彼らは1991年のアルバム、フールズ・ガーデンでデビューし、1993年には、セカンドアルバム、ワンスイン・エイブルームー o を発表した。その2年後、 フールズガーデンはヒット曲レモンツリーを収録したサードアルバムディッシュオブザデーを発表しヨーロッパ、アジアで大きなヒットとなった。レモンツリーは40以上の言語に翻訳され世界中で600万枚のセールスを記録した。1997年にアルバムゴーアスクペギー・フォー・ザ・プリンシパル・シングを発表した後2000年、2003年、2005年に それぞれアルバムを発表した。2003年には3人のメンバーがバンドから去ったため、代わりにリルクブルームライン、クラウスミューラー、ガブリエル・ホルツが加入し、バンド名もフールズ・ガーデンに変更した。バンドはよくライブでロックンロールクラシックをカバーする。彼らのスタジオアルバムにビートルズのクライベイビー・クライやマーサマイデアを収録しているなど、フールズ・ガーデンはイギリスの音楽に 大きな影響を受けている。2009年2月に未発表曲15曲も収録されたベストアルバムハイタイムズザベストオブフールズガーデンが発売された。ペーター・フロイデン・ターラー。ありがとうございます。